今日はですね、2013年1月12日ということで、韓国海運台ですね、真冬だというのにですね、ものすごい人がおります。夏よりか多いんじゃないかと思うぐらいはおりますね。まあ、韓国では真冬にビーチで遊ぶという、まあ、そういう文化があるのかどうか分かりませんけど、まあ、釜山の観光スポットが、なかなかないんで、まあ、真冬でもビーチに来るという人が多いのかもわかりません。